どうも、こんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。先日のですね、9月21日、爆竹33回目のデビュー記念日にリリースされました、22枚目のオリジナルアルバム、アブラカダブラ、皆様手元に届いておりますでしょうか。皆さんもきっとですね、届いていて、きっと聞きまくっていらっしゃるであろう。どうでしょう、アブラカダブラ、なんかまた新境地に達したという感じで、また新たなる爆竹をファンの前にですね、こう提示していただいて、今日はですね、この爆竹のニューアルバムアブラカダブラを私かげろうなりの感想でお伝えさせていただきたいと思っております。今回ですね、参考にさせていただきましたのはこの雑誌2冊ですね、ファイト、ロック&リード、この2冊を参考にさせていただきまして、私の感想なんかを織り交ぜながらお伝えしていきたいと思っております。今回のアルバムアブラカダブラですね、メンバーの方もかなりこう満足していらっしゃるという感じ取れるんですけれども、レコーディング最中緊急事態宣言が出て一旦作業が中断になったりして結構大変だったと思います。で、いつもはですね、レコーディング作業後にみんなでメンバーさんがこう食事に行ったりするということがあるらしいんですが、今回はね、コロナ禍でそれもできないので、順番に作業して順番に帰るみたいな、そういったちょっと寂しかったなんてことも書いてありましたけれどもね。いやーでも本当にね、最高ですね。最高すぎるアルバムで、ね、毎日毎日ヘビーローテーションして聴きまくっております。ということでですね、この爆竹のニューアルバム「アブラカダブラ」を私かげろうなりの感想でお伝えしたいと思います。で、1曲目から順番に言っていきましょう。まず1曲目ですね、ピースというインストの曲でございますね。ピース、これはですね、今井さんが作曲の曲でございまして、これタイトルの通りかなりですね、平和な雰囲気の漂うインストゥルメンタルでございまして、リズムに合わせたこうクラップ音とかね、ドゥンパンドゥンパンみたいなね、クラップ音とね、あと子供の声とかが聞こえてきて、とてもなんかさ、こう平和な感じがするというかね。ユリーカ、サビの後ろで流れているシンセの旋律がゆったりと流れていく感じでですね、すごい平和な感じで、1曲目になるものどうしようかなというふうに思っていたところ、急遽ユリーカをですね再構築して作ったインストということで、実質的には最後に作られた曲ということになるんでしょうかね。これがね、オープニングにふさわしい、まさにピースな感じの幕開けでございます。で、2曲目、ケセラセラエレジー。さて、いよいよ始まるぞ本編がと思って聞いていたんですけれども、やっぱりこうイントロからやられてしまいました。私もまさか来ると思っていなかった横乗りの16ビートの曲が、いやまさか16で来るのかみたいなね、もうちょっとこうベタなこう8ビートとか通知とかで来るのかなと思いきや、16ビート横乗り で今井さん曰くですね、曲作りの最初の方にできた曲とのことで、なんとベースのリフから作った曲ということなんですね。インタビュー読んでますと、今井さんがですね、いや普通にベースいじってて、なんか16な感じのもの作ろうかなと思って弾いてたら出てきたみたいなねことをおっしゃってましてですね、すげえなみたいな、すごいかっこいいフレーズで、すごい気持ちよいループの曲だなというような感じがしました。まあベーシストなんでね、私ね、なんか弾いてみたいなというふうに感じさせるリフですよね。で、このタイトルのケセラセラエレジーっていうのは、この時期だからこそ出てきた言葉だというふうにおっしゃっておりました。どうにかなるんじゃない的なね、そんなテイストを込められた言葉らしくてですね、そこにこう今井さん独自の言葉遊びが乗っかってですね、こうノリの良い、なんかこう雰囲気の良い曲になってますね。ということで、3曲目、裏原塾。まあこれがですね、割とこうヘビーな曲なんですけども、1曲目候補だったという曲でございまして、このアルバムの中でも唯一ヘビーな感じの曲でございます。もう四つ打ちでね、ででで、ドゥデドゥデドゥデとこう四つ打ちで、なんかインダストリアル的な、なんかこうスクエア感というかね、なんかインダストリアル感みたいな感じの曲ですよね。今井さん曰く、この曲もベースから作った曲だということで、あらまあ今井さんベースで曲作ってらっしゃるんですかみたいな、ベーシストの私からするとですね、ベースを弾く今井さんにもとってもこう興味をそそられるんですけれども、よくご自宅のスタジオの写真が上がってますけれども、そこにねミュージックマンのスティングレーのねベースが置いてあるので、ミュージックマンのスティングレーを弾いて今井さんこのリフを作って考えたのか、ね、ケセラセラエレジーもこの
ベース、あのベース使って作ったのかなみたいなことをね、こう考えたりもするんですけれども、でその浦原宿作詞に関しましては、華やかさの裏にある悪のようなものを歌った歌だそうでですね、浦原というのと原宿をかけてるということですね。原宿というのをきらびやかな街みたいな風にこう表現してね、そういうところにいるこう純粋な女の子、その裏にはね、こう悪が潜んでいるから、そういったものに気をつけてよという感じですね。裏原でね、うん、それ裏原っていうのと原宿ってこう、まあ、そういったきらびやかなものの裏には悪があるよということをメッセージとしておっしゃってるという感じですね。ドラッグディーラーと純粋な女の子みたいな感じのね、絵が浮かんだんですけれどもね。今回のドラムに関しては、今作結構力を抜いたような曲が多いというようなことを八神徹さんがおっしゃっておりましたけれども、この曲はある程度のパワーで叩かないとかっこよくならないとのことで、やっぱりこうバシバシ来てますよね。こう八神さんの四つ打ちね、私大好きなんですよ。ダッ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 、すごい来ますよね、うん、すごいかっこいい、うん、ヘビということで、4曲目ソフィアドリーム。ソフィアドリームね、これがですね、また雰囲気のいい曲でございまして、作詞作曲が今井久志さんでございます。中東系というかですね、民族的ななんか雰囲気を思わせるような旋律というかね、なんかオリエンタルな雰囲気というかね、うん、なんか2パターンしかないこうシンプルな曲、すごい雰囲気がいい。こういった曲のルーツに今井さんはクラフトワークとか、YMO とかのテクノポップを上げていらっしゃいます。この曲に関しての、まあ、ルーツみたいなところでね。またですね、この曲ができる経緯で、ある方にピンクフロイドのジュリアドリームみたいな曲を爆竹でやったら面白いんじゃないかというふうに言われたらしくですね、もともとの発想はそのピンクフロイドのジュリアドリームからだったということですね。ジュリアをソフィアに変えたという感じらしいですね。私もですね、そのピンクフロイドのジュリアドリーム聞いてみたんですが、神秘的な雰囲気の曲というか、オリエンタルな雰囲気というかね、確かにこう爆竹でこんな雰囲気の曲やったらかっこよさそうだなと、ピンクフロイドよりもかっこいい素敵な雰囲気の曲が仕上がったなというふうに感じました。でね、なんといってもこの曲ですね、作詞作曲今井久志さんなんですけれども、作詞私のとても好きな一節がありましてですね、私ビートルズ大好きなんですけども、ビートルズを彷彿させる一節、このソフィアドリーム空の上ルーシーと二人ダイヤモンドというこのフレーズ、これね、もうまさにそうなんです。ザ・ビートルズのルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドをですね、連想させるフレーズなんですよね。ジョン・レノンはですね、その息子のジュリアンが保育園で描いてきた絵に影響を受けて、このルシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズっていうの曲を書いたというふうにね、書いてあるんですけどもね。でルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズね、これ頭文字取ると LSD になるんですよね。こういったところも含めて、ね、今井さんがこのフレーズを作詞したというところが私とてもズキズキ来てましてですね、やっぱ最高だなとは、天才だなというふうに。で次5曲目ですね、砂の砂漠。これね、もう冒頭からドラムのタム回しが印象的な星野さんの曲なんですけれども、なんとなく雰囲気的にはアトム未来派ナンバーナインに収録されていたエルドラドを匂わせるような感じの曲でですね、星野さん曰くインタビューによりますと、冒頭のなんかおーって言ってるところあるじゃないですか、おーってね、あのコーラスが出てきて、そっからこう派生して作っていった曲とのことで、すごいこう遠い国をイメージして作ったということなんですね。でこのイントロの雰囲気がこう桜井さんの中で同様の月の砂漠という曲あるじゃないですか、あれもなんかちょっと物悲しい曲ですけども、あれに繋がっていったんじゃないかなということで、なんかこうね、砂漠っぽいね、なんか砂っぽいなんかザラついたような雰囲気を感じる曲ですよね。もう歌詞の中ラクダも出てきますしね、なんかこう異国に連れてってくれるようなそんな曲だなというふうな、感じがします、はい、月の砂漠。で6曲目のビレイン。ビレインね、これはもうザ・今井久志、今井節という感じでですね、もう最高、曲調も最高、もうね、ビビビビッときます、もう最高ですもん。ビレインっていうこうタイトルがもともとあって、これ悪党っていう意味ですね、悪党。このタイトルがもともとあって、
て、そこから今井さん、桜井さんがそれぞれ歌うパートに歌詞をつけたということで、打ち合わせしたわけではないんだけれども、こう似たような感じの内容の歌詞を、作ってきて、ちゃんとすごいですよね、このシンクロ率ね。ビレインっていうとこから、悪党っていうとこから今井さんは悪の花というワードが出てきたそうで、それに続いてタブーという風に出てくるのもファンにとっては嬉しかったりもしますよね。こう悪の花と来てタブーと来てね、なんかおおってね、こうファンとしてはねなったりするんですけれども、タブーに関しては今井さんインタビューで言われて、なんか初めて気づいたみたいな感じだったそうです。桜井さんのシャウト気味のボーカルが入ってくるというところなんですけども、ビレインをですねビランという風に言い換えてるのして、このヴィランってね、こう漢字難しい漢字ですよね。ヴィランってね、こうどういう意味か調べたところですね、ただれ崩れることとかですね、皮膚や粘膜の上層の細胞が剥がれ落ち、内臓が露出している状態になること、これヴィランっていうらしいんですよね。なんか結構グロい表現ですよね。こう そんな表現を歌詞の中でされてるわけですね。この曲ってこうネットのこう理不尽な誹謗中傷する人に対しての怒りみたいなものを表現した曲でございまして、それがそのヴィランという言葉からもねすごいこう伝わってきますよね。で、この七死のとか顔のないとかね、気味悪いとか言ってるこのシャウト気味のところがですね、ヴィランっていう言葉とすごいマッチして、ということで、次の曲が7曲目、凍えるクリスタルキューブバージョンということですね。シングル版とはちょっと違うんですよね。この曲はですね、まずもうシングルでももう散々聞いたんですけれども、やはり強烈なのが冒頭ですよね。死んでいる、生きてもいるかというところで、この曲はやっぱりね、こう自死を、自ら命を絶つことを歌っているということでですね、もうアルバムバージョンになってさらになんか冷たい感じの音に仕上がりましたよね。なんかもう本当にこう一発目の死んでいる、生きてもいるかがですね、なんかもう本当説得力を増したような感じでですね、なんかこう寄り添ってくる感じはしますよね。やっぱメロディーがとても綺麗なので、そういった面でもね、やっぱりこの星の桜井コンビの曲っていうのはやっぱ心に刺さる曲が多いですよね。すごい好きな曲です。ということで、8曲目、これマイムですね。この曲初めて聴いたとき、真っ先に私、昭和のカラオケシステムを連想させましたね。カセットをこうガッチャンって刺すタイプの、こう分かりますかね、カセットテープをカチャって、このイジェクトがあってカチャって入れるタイプじゃなくて、こう四角いカセットっていうやつをね、なんかね、バコって刺すタイプのね、バコって4曲ぐらいしか入ってないんですけど、それをバコって刺して再生するタイプのカラオケがねありましてですね、世代的に多分40代から上の世代の方はよくご存知かと、私で多分ギリギリの世代なんじゃないかなと思うんですけど、私が子供の頃によく見ていたカラオケシステムといったら、そのカセットガッチャンなんですよね、なんかそれを連想させてしまったんですけども、昭和のバスへのスナックみたいな、なんかこんなこと言ったら怒られてしまうかもしれないんですけども、なんかヒロシ&キーボー的なね、なんかこうバカ言ってんじゃないよ的な、なんかね、なんかごめんなさい、もう怒られそうですね、こんなこと言ってね。お題をちょうだいというこの歌詞のフレーズももうなんかねたまらないんですよ、これ本当にもういい意味ですよ、いい意味でたまらないんですよ。すごいもうなんかノスタルジーをくすぐるってくるというか、すごい何とも言えない気持ちになるんですよ、自分の子供の頃とかを思い出したりしてね。でも矢上徹さんがおっしゃってましたが、この曲は初期のハリアップモードに収録されてもおかしくない曲だと。こうなんだかんだ言って日本人ってこう歌謡曲じゃないですかね。こういうメロディーってこうやっぱ歌謡曲が基本から来てるというところがあって、で曲調とかね、メロディーとか曲調って本当はね、こう一番馴染んでるのは日本人はやっぱ歌謡曲なんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね。なのですごい癖になる曲で、本当なんかカラオケで歌いたくなる、なんかねカラオケボックスとかね、カラオケって感じじゃないですね、バーとかでもなくてね、スナックなんですよね、バスへのスナック、いいですよね。前々作のシーサイドストーリーね、
アトム未来花々に収録されてました。シーサイドストーリーとかでもこんなテイストのね、こう昭和歌謡っぽいテイストの曲でしたけれども、さらに上行ったなという印象でね、好きな曲すごいなんか癖になる。でもね、この歌詞カードを見る限りですね、男性パートと女性パートとあのスペードとハートで分かれてるんでね、あのこれも絶対ね、あの昭和のバスへスナック感をね、あの狙ってるんじゃないかと私はあの思うんですけどもね。はい、ということで、次の曲がダンス天国。曲調はもうザ・星の武士という感じなんですけれども、最初に私スパイダースのダンス天国を思い浮かべたんですけれども、桜井さんのインタビューによると、ダンス天国のイメージはなんと三島由紀夫の仮面の告白のラストシーンを読めばわかるとのことだったんですよね。でもね、アッパーな曲で絶対これライブで盛り上がりますよね、もう間違いない。でもね、これなんといってもこの、ま、ず歌詞の話また戻ってすいませんけども、なんといってもですね、元僧侶の私かげろうからしたらですね、聞き逃せない歌詞がありました。諸行無常色即是空って言ってるんですよね。完全これもうね、お経の一節から、ね、持ってきてるんですね。あと仏教用語から持ってきてですね、もう諸行無常色即是空と来てですね、有象無象と来てね、インタビューで書いてありましたけど、ね、LGBT について歌ってるということなんですが、やっぱりその歌詞からも受け取れるんですけど、その入り乱れ感みたいなもんが、はちゃめちゃ感みたいなもんがすごいなんか心地よい曲だなというふうに思うんですよね。で、星野さんが作った楽曲、曲の面で言うとサバイバルダンスとか、人魚とか、その辺の流れを組んだような曲調、星のアッパーシリーズみたいな感じで行くと、なんかさらにやっぱりこう更新したなと、さらに上を行ったなという感じを受けました。はい、ということで次10曲目に収録されている獣たちの夜陽一郎バージョンということでですね、これはですねシングルの獣たちの夜の陽一郎さんバージョンということで、陽一郎さん色がすごい強い曲ですね。ノリノリですごいかっこいいですね。こうもしかしたらバンドっていうもののバンドのサウンドとかギターサウンドとかを求めてる方にはちょっと物足りないかなというふうな感じもしますけれども、方向性がね、あのまず違うので、純粋なバンドサウンドを求めてるんじゃなくて、こう全体的なグルーヴ感っていう意味ではこうすごいこうかっこいいアレンジに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。なのでこうシングルが出る時点でこのバージョンというのは存在していたようなんですけれども、最初にこっちを出しちゃうとね、陽一郎さんバージョンの方がインパクト強いので、やっぱりシングルではあのやっぱりどっちかというとギターをフューチャーした風なバージョンを先に出したんじゃないかなというふうな、感じがします。はい、で11曲目に続きますのが堕天使。これもまた陽一郎さんバージョンということでね、これもですねシングルカットされた曲なんですけれども、陽一郎さんバージョンということで、これもですねやっぱりバンドのサウンドとかギターサウンドみたいなものをこう求めていらっしゃる方にはちょっと物足りないのかもしれませんね。インタビューでもおっしゃってましたけれども、今井さんがおっしゃってるこうキーワードにもオルタナティブとかですね、エレクトロニカとかそういった単語が出てきていましたので、やっぱりそんな感じなのかなと。堕天使のイントロってシンプルなギターサウンドといった感じで、あのデー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 ってね、この陽一郎さんバージョンはエレクトロニカ色が強まったような、印象を受けました。生まれ変わったシングルとは全くね、こう別物として聴いた方がいいのかなというような、印象も受けました。はい、ということで12曲目がムーンライトエスケープ。ムーンライトエスケープですね、この曲はですね桜井さんのインタビューにもありました通り、児童虐待についてのニュースに反応して影響されて書かれたということなんですよね。子供っていうのはこう自分の家が世界の全てだと思っている節がありまして、やっぱ逃げるという発想がないとね、逃げるということを思いつかない、でも逃げていいんだよというふうに優しくこう寄り添ってくれている曲なんですね。でこれっていうのは私が思うにです、大人にでも当てはまるかなと私個人は思っておりまして、辛かったら我慢しないで逃げることが自分を守る手段であると考えているんですね。例えば仕事を例に挙げますけども、仕事を辞めたい、ここで逃げたらまた同じことを繰り返すとかね、また逃げんのかとかね言われがちなんですけどね、こう今の日本の社会ではね。でもねやっぱり辛くて
精神が病んでしまうぐらいだったら逃げることの方がクレバーだと思うんです。私個人的には仕事なんてまた一から探せばいいわけで、そしてこの曲はですねメロディーがとても綺麗ですよね。このディレクターの田中さんがですねこの曲はメロディーがいいからこのまま行こうというふうになったそうで、特にこうバージョン違いというものは収録されていないシングルのままということですね。この曲はねギターソロがねないというのもかっこいいんですよ。感想という感じね。ギターソロっていうのバンドによっちゃねこれ見よがしにギターソロって弾くバンドもありますけれども、まあ、駆逐のかっこいいところはソロをね感想みたいな曲全体の中の雰囲気の感想みたいな風にして捉えてやってるところがかっこいいですよね。バリバリのバンドサウンドを求めてるぜっていう方はそういうバンドを追っかけた方がいいのかなという気もしますね。ということで、13曲目がユリイカですよ。ユリイカサブスクリプションで先行配信されました。ユリイカね、これはね来ましたね。インタビューにも書いてありました通り最後にできた曲とのことで、コロナでね自粛している際に今井さんがこうなんか頭に来ちゃって、こう自粛期間とかねこうコロナとかにね頭来ちゃってスカッとする曲が作りたいということで5、6分で作ったというね、5、6分でこれができちゃうというね、すごいもう天才発動みたいな感じでございますけども、もろに初期の爆竹を連想させるような BPM180 というね超速い8ビートの曲で、初めて聴いた瞬間にあこれは名曲決定だなと思いましたね私、はい。でこれもですね作詞は、今井さんと桜井さんの共作でございまして、聴いた瞬間に今井さんがどこを書いたのかというのはすぐ分かりましたよね。当初このアッパーな曲ユリイカがアルバムの最後を飾って1曲目のピースにつながるというこう包み込み製法が考えられていたようなんですけれども、でラストをどっちにするか問題でラストになった曲が次の14曲目の忘却という曲なんですね。どうやらゆうたさんがですね今回絶対忘却が最後の方がいいというふうに強く申し出たとのことで2つに分かれていたらしいんですね。ラストを忘却にしたい派とラストをユリイカにしたい派。今井さんも最初ユリイカ派だったんですね。最終的に今井さんがなぜか最後の最後で最後忘却がいい派に行ったということで、それで最後が忘却に決定したというふうな話が書かれていました。読まれた方はもうもちろん分かっているかと思いますけれども、そういうことで今井さん曰くですね、まあ、こっちの方が綺麗かなというところでですね今井さんもおっしゃっておられましたけれども、まあ、聞く側としてもね忘却が最後で良かったのというふうに感じております。重いテーマな曲なんですけれども、まあ、人との出会い別れご縁忘れられていくけれどそれが自然なことだというふうに言ってましてね、で頑張れとかね明日は来るぜとかそういった考えも素晴らしいけれど逃げようとか忘れようとかの考えで救われることもあるよとのことなんですね。桜井さん曰くねそういった考えで救われてそれが希望につながっていくこともあるということでですね、この桜井さんの言葉にですね非常に私自身も救われますね。桜井さんの歌詞はそっと寄り添ってくれる感じなんですよね。本当にこう曲を聴いて泣くっていうのね、よほどのことでないとないんですけれども、爆竹の曲はね聴いて泣きますね、本当にね涙が出てくる、忘却もそうですけどね愛の壮烈とかもそうですけども本当にね泣くということで、いかがだったでしょうか。今回はですね、爆竹のニューアルバム、アブラカダブラを、カゲロウなりの感想でお伝えさせていただきました。まだまだですね、聞き込んでいかないと、私はですね、カセットと CD とレコードと3携帯買ってですね、あとハイレゾーなんかも買っちゃおうかななんて思ってる次第なんですけどもね、名盤と呼べるアルバムが生まれたなと思います。ということで、今回の動画が良かったという方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。